よい子のマイクラでサバイバル生活シーズン2やった、殺しちゃった。シーズン2は略奪と殺戮やからな。何をやるか SNS でリクエストを募集したところ、で土掘り 19% あるな。だから森の洋館探しが一番高かったんですよね。みんなの声を参考に森の洋館の制圧を目指すことになったのですが、怒ってめっちゃ、ビンディケーター、強敵ビンディケーターの返り討ちに。今回はそのリベンジ、破壊神が自分でも気づかなかったその能力に目覚めます。もうあいつなんや、顔は覚えたけど名前忘れてもうた。ウィダーマンか。ウィダーマンやったっけ。ウィダーマンや、ウィダーマンゼリーみたいな。ウィダーマンゼリー、ウィダーマンゼリーやな。あいつ体勢立て直して、うん、バッチリ準備してから行こう。装備つけてから地図持って行こうか、うん、そうしようか、うん、でさ、近くに攻める用の拠点作ろうぜ。ああ、なるほど。洋館対策本部作ろう。野宿やろ。洋館制圧に向け、まずは拠点でアイテムの準備。あら、植木鉢なんかあるやん。家作りたい。創造神有野さん、クラフトしたい欲を抑えて黙々と作業。よし、できた。もう寝てるで俺。早いな。うわ、1日目もうなんか作ってるだけで終わったな。戦いとはそういうもんやからな。まず準備が必要やから。そうか。翌朝、森の洋館へ。これすごいな、ええ家やな。吉永小百合が喜びそうな家やぞこれ。計画通り、すぐそばに対策本部を設置します。結局土本な。なあ、シーズン変わっても関係ないな。慣らした場所に青空ベッドを構えます。よし、ここで寝るから。一回寝といた方がいいな。やられたらここから蘇るやろ。あ、そうか、一回寝よう。賢いな。明暗でしたが、夜の間しか眠ることができません。昼寝られへんタイプや。だいたいそうやで。全然昼寝れるけどな。とはいえ夜までかなりの時間が。よし、行ってしまおうか。あかんぞ、 今やられたら。あ、そうか。そやで、焦んな焦んな。流行る気持ちを抑え準備を整えます。対策本部に明かりを灯し訓練開始。あと弓矢の使い方ちょっとマスターしといた方がいいよね。よし、できた。左か、左でやるの難しいな。弓矢は遠くの敵を攻撃できる武器。撃った矢は回収すれば再利用が可能です。こんなに夜が待ち遠しいとはな。根っからの戦士やな。ようやく日が暮れ、浜口さん一目散にベッドへ。来た、もう寝れんじゃん。あ、寝た。え、すぐ寝る。すぐ寝る。よし、これでやられても対策本部から。有野さんは弓矢と金の剣を持って、一方の浜口さんは、よし、パンと金の剣だけでいくで。いざ洋館の中へ。暗いな。暗いな。ちょっと松明いるな。やっぱり明るくする。イエイイエイって言っとく。いや、そういう明るさじゃない。精神的な明るさじゃない。おー、サンキュー。明るい。お、なんか声する。泣き声するな。おっさん、おっさんおるな。
声は聞こえるものの入り口が見当たらないので、穴掘る？ぶっ壊す？穴掘るか。あ、違うぞ。違う、外や。ゆっくりゆっくり家破壊してやろうか。青、奪った時にもったいないやろ。そうか。あれ、ここリビングなかったっけ。悪者は言うやろうけど。多少は壊すしかないか。こっちか。暗いな、こっちの。あ、あった、来た。奇襲や。あ、なんかおる。スライムや。どこ？うわ、もうスライムおんのか。うりゃー。よし、倒した。あ、なんか出てきた、出てきた、出てきた。おっさん、おっさん、こら、こら。あー、つえー。やるんだ、すまん。弓矢じゃない。弓矢やっつけろ。あー、逃げろ。なんかあるわ、ここ無理だ。無理だ。くそ、剣もなんもない。くそ、剣向こうか。洋館といえばゾンビからヴィンディケーターの時代へ。かの特殊作戦部隊でも手を焼きそうな戦闘能力。武器消えちゃう前に取りに行かないと。やらやられた場所に落としたアイテムを急いで回収に向かいます。どこだどこだ。剣どこや。これか。またおる、またおる、またおる、またおる。俺こっちだ、俺こっちだ、俺こっちだ、俺こっちだ。あー、まだおる、まだおる、まだおる。なんか変なのとって、剣ないぞ。あー、やめた、やめた。あるの早いな、やられた。赤ないしかない。赤のカーペットと歌詞のないが倒されへんよな。どこでやられたんや俺。何持ってんの。苗や。苗じゃ無理や、苗じゃ無理や。右右右かいね。苗じゃ倒されへんな。アイテム回収すら許さない2人のヴィンディケーター。おったおったおった。やれやれ、いいぞいいぞ。あでも3発ぐらい当てたんじゃないかな。ウィダーマンゼリーか。ゼリー強いな。なんとか敵がいない隙に武器を回収した有野さん。剣あるよ。剣、剣渡しますよ。剣くれ。苗戦士に文明の利器を与えます。はい、おいし。勇敢と言うべきか無計画と言うべきか躊躇なく戦いに向かう浜口さん。ガチ。あ、やった。あ、なんか倒した。あの、倒したか。倒した。いや、やったな。いや、俺じゃないよ。俺が倒した。謎の自分大好きカメラワークのせいで倒した感ゼロでしたが、しっかり仕留めていたようです。あと一人か。憎きヴィンディケーターはあと一人。スライムボールしかなくなった。あれ、あ、おった、あ、おった。弓あるぞ。いいぞいいぞ。違う違う、どっち向いてんの。いやー、くそ。ボタン押しすぎた。いやー、強いな。ていうかこっちはもう ほとんど服やからな、普通の。カジュアルじゃ行ってあかんのかもな。その後もちょっとコンビニに行ってくる感覚のカジュアルスタイルで戦いを挑む2人。うわ、来た。うわー、狙われてる。よし、ビンディ倒した。ビンディって呼んでんの。ビンディ倒した。興奮のあまり可愛いあだ名をつけちゃった浜口さん。ともあれヴィンディ討伐これにて終了。よし、クモ倒した。お、もういけるか。じゃあ、お、やったか。やったんじゃないか。よっしゃ、やったぞ。お、やった。なんかこの辺にいっぱいある。なんかあいつ育てておった。わ、早速ここにベッド持ち込もうぜ。よし、ベッドぶっ壊していくわ。ヴィンディの脅威がなくなった洋館にお引っ越し。どの辺拠点にすんの。ここ、ここの溶岩があるところ明るいから入って右のところ。
何度も死に目にあったいわくつきの部屋をリフォーム、ベッドルームにすることに。なんかあれでサウナや。あ、少し壊れた金賞やって。あ、武器道具の修理に使えるってよ。へえ、ここなんなんそれ、すごいやん。どうやってやんの。あ、その木の剣とか出してみたら直してくれるんじゃない。どこに出すの。ここに。ああ、すごい、修理できんねや。この金賞の画面では経験値を使って武器防具道具の名前を変更したり修理したりエンチャントすることができます。エンチャントしようよ。どうやってすんねや、エンチャント。そこやねん。あかん、なんか罰やぞ。気はあかんねや。さあ、そうやな、なんか燃えもんな。まだまだ来るようなレベルじゃなかったんや。どうすね、この辺広くすんの。この辺広くする。この辺広くしてベッド置こうと。創造神有野さんが本領を発揮する中、ここで大事件が。お、燃えてる、すまん。あの、何何燃やしてもうた。わあ、何やばいやばい、わあ火事になってる。洋館が、ああ、洋館が、さあ、あれぞ、わわわ、金の中、ああここに昨日あの何何した昨日、ほら、あの、わあ、どんどん燃えてる。昨日剣を置いたから。どこに。あの金賞に。やべえ、やべえ、やっちまった。悪もんすげえ怒ってくんで。あが燃えてる、すまん。せっかく手に入れたのに燃えた。あーダメだ、燃えた、ダメだ。あー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 、うわー、どうしよう、うわーうわーうわー、もう手の施しようがない。うわー、ない、天井最悪や。燃えてく、禁止を。あー、ビンディケーターにやられた。そらそうやで。どっから復活できんねん。どこやこれ。あ、ベッドないから 一番目んとこや。うわうわ、どうしよう、これニュースやで。どこやろ。やこれもうヤフーニュースに上がるよ。どこ行ったらいいんや。まさに破壊の神浜口さんの恐るべき潜在能力。あ、暗かった洋館が一転吹き抜けのあるテラスハウスに。改めて有野さんが被害状況の確認に向かいます。どうなってんの、どれぐらい燃えてんの。もうエラ燃えや。あ、でもまだあるぞ洋館。天井ないやん。あ、もう燃えてってる、どんどん燃えてってる。あかん、無理、消されへん。無理じゃないかな、これはもう申し訳ないな。カキ現金やったやな。そうやん、カイトカントやな。悪者の中でもルールあってんで。まだまだ燃え広がる森の洋館、少しでも被害を食い止めようと巡回していると。ビンディ来たぞ、ビンディ来た、ビンディ来た。あ、どこだ、どこベッド、どこだ。あー、1個目んとこや、真っ暗や。もう参った。ここか、同じとこや。参った。とりあえず第一拠点で待ってるわ。どこやこれ、あった、ここや。シーズン1に逆戻りやんけ、こんなもん。いや、まさか火事起こすか、速攻で。そんなミスあらへんで。有野さんも第一拠点に到着。あ、来た来た、参ったな。よし、早寝よう。これは参ったな。あそこたどり着けるかね。たどり着けるけど、物がもう多分全部なくなったから、もう一回剣を持って行かなかになったよ。翌朝、有野さんと放火魔が再び洋館へ。ビンディ家の前で泣き崩れてるかも。なんか申し訳ないな。それはもう謝らなあかんで。綺麗に奪うぞ言ってたのにな。ちょっとルール決めましょうって悪者サイドから言われるかもしれんで。まあ言ったね。悪者が言うてるよそれ多分。ベッドないから寝られへんな。
悪者はもう家もないから寝られへん。いやでも壁もおまへんわ。せっかく作ったのになってやつやろな。こんな広い家やけど野宿ですわ。どうなってるかな。申し訳ないわ。もう申し訳ないわ。かわいそうやわ。もう言うな。かわいい。行くのはええねんけど怖いわ。俺って言うなよ。言わへんけどさ。俺この家に憧れてたんですって言うから。そんな理由ならへんの。うわ、管理人来たよ。ゆうくんのお二人、今回の放送はここまでです。マジでか。何もできてないよ。洋館ちょっと攻めて燃やしただけや。大事故につなげただけや。なんかあのスキンヘッドのこういう悪もんやったけど、もじゃもじゃになってるかもしれない。ガクーンって。でもなんかずるいやり方やけど、燃やしてしまったから敵は減ったと思う。とんでもない事故が起きたな。悪者の家燃やすって。とんでもない悪党やな。次回、悪党2人の洋館乗っ取り作戦続行。めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる。ビンディも激怒。放火前で。炎上した洋館の全貌が明らかに。もう欲しくないわ。確かにな、魅力なくなったな。腹立つわ。